次の対決はですね、はい、アナウンサー、まあこれアナウンサーというよりもやっぱり社会人としての基本です。そうです。マナー力というものを対戦させていただきます。大事ですよね、マナー。マナー大事だと思いますね。どんな時に大事ですか？食事の席とかですかね。まさに。所作一つを取っても綺麗に、はい、テレビに映ることだってありますから、はい、タイトルコールまた私からいきます。はい。豆移動対決よっ。ですよね、マーメイド対決じゃないよ。豆移動だよ。豆、うん、人魚にはならないから。思ってない。マーメイド自分でいいの来たなって、ひらめいたなって出したよっしゃって思った、うん、豆を何個移動させられるか、はい、何粒移動させられるか、箸使いということですね。そうですね、わかりました、はい、大事ですこれは。皿のインターバルはインターバルって6センチです。はい、皿のインターバル6センチ、はい、はい、じゃあこことここの間ね、こことここの間ね、ちょっと 5.8 センチぐらいから。いや細かいな、あと2ミリ。いや細かいな。どっちがいい？まあ、やっ節分も近いですからね。そうですね、節分も近いですから先行でやらせていただこうかなと。節分といえば篠原ですから、ね、節分といえばもうザ節分ですから、はい、ミスター節分。はい、全然意味わからなかったけどね。はい、よーいスタート。静かに。3秒前、2、1、終了。いったね。いきましたよね。何個？6、7個です。調子悪い今日、大丈夫？ごめんなさい。全然考えられないけど。7個、7個でした。7個ね。7個。わかりました。見事に、10秒で7個です。10秒で7個ってすごいと思うよ。結構大豆たちが味方についてくれた感がありましたね。なるほどね。用意スタート。実況はしません。センサーに2つ目で3秒前終了。これなし、これなしですね。なしがそう違いに。私豆5粒でした。よっしゃ。ということは平松さん、まあそうだな、私の方が2粒多いですね。豆移動対決は後輩篠原くんの勝利。ありがとうございます、ミスター節分。いやあとの勝負にも注目していただきたいですね。勝てました。あ、何が来るんでしょうか、次の勝負。ぜひお楽しみに。今日もご覧いただきましてありがとうございました。チャンネル登録、それから高評価の方、あとまたコメントもいただけると嬉しいです。どうぞよろしくお願いします。ずっと食ってんな。